どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、またね、皆さんに残念なお話をしなければいけないんですけどもえ、なんとね、デルタアメックスゴールドありますよね。こちらのクレジットカードなんですけども、こちらのクレジットカードは発行しただけで、 ゴールドメダリオン、デルタ航空の、ね、上級会員になることができますよね。で、2年目以降はですね、年間の、ね、決済額達成していただくと、このね、ゴールドメダリオンがね、維持できるということで、デルタ航空好きな方はね、結構持ってる方ね、いらっしゃると思うんですけども、本日はですね、このデルタアメックスゴールドですね。今後、このクレジットカードを持っていても、ベーシックエコノミーの航空券を保有されている方は、デルタスカイクラブラウンジね、利用することができなくなるっていうふうになりますんで、 本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。いやーね、非常に残念ですね。こちら、デルタのね、こういったプログラムが変更になったのが、まあ去年の何月だったかなまあちょっと2、3ヶ月前で、あの、詳しく覚えてないですけれども、まあその時にね、こちらの動画で解説させていただいた通りですね。 このデルタスカイクラブラウンジっていうのはもうデルタ航空側がね今すごい混雑しているのが嫌みたいであの利用制限をね非常に強くかけてるんですよねですのでまあ先日ね私羽田ホノルルね利用させていただきましたけどもあの時も ITA Airways っていう今スカイチームに加盟しているね航空会社の私上級会員持ってたんですけども結局入ることができなかったんですよね昨年までもね非常に厳しめにねしてたわけなんですけどもとうとうね2024年1月1 からですね、デルタスカイクラブラウンチね入室制限がね非常に厳しくなったっていうふうになるんですよねでこのねクレジットカードっていうのは特例でねこのカードを持っていてデルタの航空券持っていれば、まあ、羽田にもねデルタスカイクラブラウンチってありますので、まあ、利用することができますっていうのがね、まあ、特例であったんですよねでこのラウンチ自体の変更っていうのは2023年の2月ぐらいにあってでまたね2023年の10月ぐらいに変更になってみたいな感じがあったんですけども アメックス側の回答としてはずっとね、利用できますと。 いう回答だったんですよね。まあ、その回答が2023年の12月ぐらいまで、まあ、先月までね、そういった回答で、まあ、ダイナースとかね、その他のクレジットカードっていうのは、もうデルタのね、ラウンジ規定に、あの、準じますみたいな感じでもう発表が出ておりましたので、まあ、このね、デルタアメックスゴールドも、まあ、そうなるんじゃないかな、みたいな感じでね、思っていたわけなんですけども、とうとうね、こちら確定いたしましたので、まあ、これはね、非常に残念ですね。 というよりも、多分このクレジットカードを持っている方で、まあ、おそらくね、ベーシックエコロミーで利用して、ラウンジを利用したいっていう方が、まあ、ほとんどだと思うんですよね。ですので、これはね、解約する方かなり増えるんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、こちらのクレジットカードね、持っている方は、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 それではですね、こちらね、デルタの公式サイトになっておりまして、デルタスカイプログラムの変更についてということで、公式サイトがあって、この内容についてはですね、詳しく前回やりましたので、そちらの動画ね、見ていただければなと思うんですけども、こちらですね、デルタスカイクラブにのご利用に関する変更ということで、アメリカのアメプラとかね、アメリカのデルタスカイマイルのクレジットカードとか表示されておりまして、まあこれでね、 こういった変更がございますよってね、発表があったところで、まあ日本のクレジットカードはね、あの別で設定されてたりするんで、まあこれが適用なんのかどうなのかっていうのはね、非常に焦点だったわけなんですけども、え残念ながらですね、私が知る限りね、デルタの提携のカードはですね、まあ基本的にあのデルタのね、ラウンジ規定に従うみたいな、まあそんな発表がされているっていうふうになるんですよね。で、ここですね、ベーシックエコノミーのご利用の方ということで、ベーシックエコノミーの航空券または提携 航空会社の同等の航空券の利用のすべてのアメリカンエクスプレスカード会員は2024年1月1日よりデルタスカイクラブをご利用いただけなくなりますということでこちらがデルタアメックスゴールドカードにも実はねアメプラにもねこのデルタスカイクラブラウンジの利用権利ってあるんですけども このアメプラもですね、こちらね、ベーシックエコノミーのご利用の場合は、利用することができなくなるっていう風になるんですよね。いやね、非常に残念ですよね。で、このね、デルタアメックス、こちらゴールドカードなんですけども、これね、アメックスの公式サイトでね、こんな感じで書かれてるんですよね。これ良くないですよね、本当に。普通にね、利用できそうな感じでね、書いてあるんですけども、ベーシックエコノミーでね、利用することができないっていう風になりますんで、 こちらね、確認させていただいたんですよね。アメックスの方に。そしたらね、やはり、あの、デルタのね、ラウンジ規定に従うということで、ベーシックエコノミー利用されている方は、このね、ゴール、あの、デルタアメックスゴールドのゴールドメダリオンね、持っている方でも、ラウンジね、利用することができないっていうふうになりますんで、羽田空港ね、第3ターミナルにも、このデルタスカイクラブラウンジってあるんですけども、今後ね、ベーシックエコノミーのね、 航空券持って、このデルタ航空のね、クレジットカード持っていても、えー、このね、デルタ航空のね、ラウンジ利用することができなくなるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ覚えといていただきたいなと。 思います。ま、あ正直ね、他に回避方法っていうのはね、あの、思いつきませんので、ベーシックエコノミー以外のね、航空券をま発見していただくしかね、ないかなっていうところなんですよね。他にもですね、このデルタのね、提携カードっていくつかありまして、デルタスカイマイルダイナースクラブカードとかもね、あるんですけども、まあ、こちらね、ちょっと前に、 えー、細かい話でね、話させていただきましたけども、えー、2023年まではですね、えー、利用することができるんですけども、2024年からデルタスカイクラブラウンジのご利用規定変更に伴い、2024年1月1日ご利用分から、ベーシックエコノミー運賃をご利用の方は、デルタスカイクラブラウンジをご利用いただけませんということで、こちらね、デルタスカイクラブラウンジのね、えー、関する案内がね、ダイナースから出ているっていう風になるんですよね。このクレジットカード持ってるとね、年間3回までだったかな。えー、利用する することができるっていう風になるわけなんですけどもまあ、こちらもですねベーシックエコノミーで発見した航空券に関しては利用することができないっていう風になるんですよねでまたですねでまたねデルタスカイマイルトラストクラブビザカードこちらのクレジットカードねあの私これね発行しようと思ってたんですよねあのデルタスカイクラブラウンジがねあのデルタパスで利用することができるんでねちょっとこれはね 今後検討、もう一回検討し直さなきゃいけないななんていうふうに思ってるんですけどもえ、このクレジットカードもね、年3回まで利用することができて、同伴2名までね、無料だったかな。まあ、そんな特典もついているんですけども、まあ、こちらもね、2024年1月1日以降出発分から、ベーシックエコノミーご利用の場合は、デルタスカイクラブランジをご利用いただけませんということで、こちらもですね、ベーシックエコノミーでね、あの年間3回ね、あの、パスがもらえるんですけども、まあ、こちらのクレジットカードも、デルタスカイクラブランジね、 ベーシックエコノミー運賃だと利用することができなくなるっていう風になるんですよね。で、ダイナースのね、下の方にちっちゃくね、1月1日以降ベーシック運賃だと利用できないっていう旨ね、書いてありますし、ビザのカードもね、記載あるんですけども、アメックスの方はね、記載がないんでね、これはね、良くないですよね。一応ね、ラウンジ規定のデルタ航空の規定に従いますみたいなことはね、書いてあるんですけども、まあこちらね、こういった掲げれ方されるのはね、ちょっとね、早く変えた方がいいですよね。 デルタの航空券乗れば利用できるんだと思って発行したらね、できないってなったらね、非常に残念ですよね。これはちょっとね、アメックスに早くね、あの、変えてほしいところですよね。 でですね、このベーシックエコノミーの航空券で、すべてのアメリカンエクリプレスカード会員は、まあ、2024年1月1日以降ですね、デルタスカイクラブラウンジご利用できなくなるということで、このカードでも、このカードでも、このカードでもね、ベーシックエコノミーだと、もうね、デルタスカイクラブラウンジね、利用することができないっていう風になるわけなんですけども、じゃあベーシックエコノミーの運賃ってどれなんだっていう話ですよね。で、これがね、デルタ航空のホームページになるわけなんですけども、これがね、ベーシックエコノミー メインキャビン、デルタコンフォートプラス、ファーストクラス、デルタプレミアムセレクト、デルタワンっていう風に、まあこういった感じで運賃種別が分かれているっていう風になりますんで、今後はね、このメインキャビン以降を発見すれば利用することができるっていう風になるんですよね。ですので、このベーシックエコノミーでね、発見してしまうと、 あの、デルタスカイクラブラウンジはね、利用することができないっていう風になるんですよね。で、これ、まずですね、この、デルタ航空でね、検索させていただくと、これ、羽田ホノルのね、運賃なんですけども、まあ、これがね、ベーシックエコノミー、これがベーシックエコノミーなんで、これで、 利用すると、デルタスカイクラブラウンジは利用することができない。これ羽田ホノル路線なんですけども、こちらね、メインキャビンだったら利用することができるっていう風になるんですよね。で、ここね、価格差だいたい7000円ぐらいありますよね。ですんで、7000円払ってラウンジ利用するかっつったらね、まあ利用しないですよね。ですんで、まあ現金比較してね、あの利用するっていうのは、ちょっとね、現実的ではないですよね。で、これね、 今これ現金なんですけども、マイルでね、比較させていただくと、まあ、マイルだとね、だいたい4000マイルぐらいね、多く支払わないと、このメインキャビンっていうのはね、発見することができないっていうふうになりますんで、まあこうなってくるとね、4000マイル多く払って、羽田のラウンジ利用するか利用しないかみたいな感じになるんですけども、まあちょっと4000マイルは多いですよね。 まあ、もうちょっとね、近い旅線だったらね、安かったりすると思うんで、まあ、これはね、お好みにはなると思うんですけども、ひとまずね、このメインキャビン以上ね、発見しないと利用することができないっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。はい、ということで、今回ですね、デルタのね、スカイクラブラウンジの規定が、各ね、クレジットカード会社にね、すべて適用になって、こちらのね、デルタアメックスゴールドも、例外なく適用になったっていうふうになりますんで、 今後はね、ベーシックエコノミーでね、発見した航空券に関しては、こちらね、利用することができないっていう風になりますんで、この点ね、本当に注意していただきたいなと思います。まあ、この改定でね、おそらくクレジットカード解約する方ね、かなりいらっしゃるのではないのかななんていう風に思いますので、まあ、これはね、デルタのね、変更ですけども、結構えぐい変更ですよね。で、気になってる方ね、いらっしゃるかと思うんですけども、バージンアトランティック航空のポイントで、まあ、マイルでね、 発見した羽田ホノル路線。まあこちらに関しては、どこのね、航空機に持続するのかっていうところですよね。まあこれがベーシックエコノミーで発見できているのか、メインキャビンで発行できているのかっていうところなんですけども、まあこちらね、おそらくメインキャビンで発見することができていると思うんですよね。というのも、 私のね、バージンアントランティック航空ね、あの予約の動画見た方ね、いらっしゃると思うんですけども、これね、前方の座席とかね、あの足元が広い座席とかあるじゃないですか。まあ、そういったところもね、指定できるんですよね。このバージンアントランティック航空のマイルで撮ったデルタの航空券って。ですので、まあこちらね、あの、実際にね、やっておりませんので、あくまで予想にはなるんですけども、バージンアントランティック航空のサイトでもですね、一応ね、メインキャビンっていう風に出てるんですよね。 ですので、おそらくね、バージンアントランティック航空の特典航空券で発見した、まあ、デルタのね、航空券に関しては、デルタアメックスゴールド、えー、持っていればですね、航空券であればですね、こちらね、あの、デルタアメックスゴールドとか、デルタスカイマイルトラストビザのね、あの、ビジットパスとかね、デルタダイナースとかのね、まあ、こういった年間回数持ってるね、パスとかも、おそらく利用することができるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、こちらに関しては次回ね、試していきますので、えー あクレジットカードの審査が通ればね。はい。っていう風になりますんで、この点はね、ちょっとね、また楽しみにしといていただければなと思います。いやね、本当にデルタ航空のね、ラウンジアクセス、本当にハードルを上げてきますね。はい。ちょっとね、残念なお知らせになりましたけども、とうとうね、確定いたしましたので、 デルタスカイマイルトラストクラブのね、ビザカードだったり、ダイナースのデルタとかね、まあ一番ね、多いのはデルタアメックスゴールと思ってる方ね、多いと思うんですけども、まあこちら保有されている方はですね、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、プライティパス付帯のクレジットカードの、おすすめのね、クレジットカードの PP 診断、 で、またね、ポイントサイトの診断。あとね、マイルの診断なんかも始めておりますので、気になる方はぜひね、こちらのね、QR コードを読み込んでいただくか、概要欄にもね、URL 載せておきますので、ぜひこちらで無料で利用することができますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ